皆さんこんにちは、ビルジェンの大林です。今回は肩トレ徹底解説シリーズということでですね、肩トレの種目を選ぶ際のコツ、こういうことを意識して種目を選んでくださいねというね、注意点を解説していきます。たくさん種目があるんで、私がね、この種目とこの種目とこの種目やってくださいっていうのもいいんですけども、やっぱり皆さんにはしっかりね、知識をつけていただいて、その上でご自身に合った種目を自分で選択していろいろ試せるようになっていただきたいので、もうね、これだけやっとけばいいみたいなね、トレーニングメニューを教えてくれよって思う方いらっしゃるかもしれないんですけども、こういう基準で種目を選んだらいいですよね、こう一番大切な情報をね、面倒でも皆さんにはしっかり覚えていただきたいなということで、今回はその注意点とかね、コツっていうところを解説させていただきたいと思います。ここまでね、肩トレの解説動画をご覧いただいている方なら分かってると思うんですけども、フロントサイドリアで全然違うので、当然種目選びのコツも違ってきます。ということで、また部位別に解説をしていくんですけども、まずフロントデルト、三角筋全部の種目選択のコツなんですけども、これはですね、もうシンプルです。プレス系の種目をとにかく高重量でやり込んでいただく、もうこれにつきます。フロントデルトの筋肉っていうのはとにかくね、プレス系の重量を伸ばしていくことですごいいい反応をしてくれるパターンっていうのが非常に多いので、まずはね、なんといってもプレス系の種目で高重量を持てるようにガンガン重量を伸ばしていただくということにあります。なので怪我に気をつけながらですけども、器具は何でもいいです。ダンベル、バーベル、スミスマシン、あとは普通のね、ウェイトスタックのマシン、いろいろありますけども、その中でご自身が一番ね、肩とか肘への負担が少なくて重量を伸ばしやすい、そういう器具を使っていただいて、しっかりプレス系の種目をやり込んで重量を伸ばしていただくということをね、意識をしていただければと思います。ただ中にはですね、普通にショルダープレスをやるとフロントデルトでなくてサイドデルト、チューブの方に刺激が入ってしまって、なかなか思うようにね、フロントが発達しないっていう方がいらっしゃるんですよ。私まさにそういうタイプなんですけども、そういう方はですね、ちょっとプレスのやり方に工夫が必要になっていきます。こうやってね、手のひらを正面に向けて上げるのが普通のプレスなんですけども、手のひらを自分の方に向けて、逆手でですね、プレスを行う、リバースプレスと言いますけども、こういうプレスがですね、普通にショルダープレスをやるとサイドにばっかり入ってしまう方には非常に効果的なので、プレス頑張ってやってるんだけど、サイドばっかり大きくなってフロントがね、あんまり追いついてこないなっていう方は、このリバースプレス系の種目をやっていただくのをおすすめします。あとはフロントレイズ系の種目ですね、こういったものを組み合わせていただいて、しっかりね、フロントに刺激を入れていただくっていうのがおすすめです。そしてね、サイドデルト、チューブなんですけども、チューブの筋肉を集中的に鍛えるトレーニングって、サイドレイズ系の種目になるんですけども、サイドレイズって立ってやるにしても座ってやるにしても、一番ね、ウエイトを下ろしきったところっていうのは腕がダラーンとね、重力に負けて下に来てる状態なので、筋肉に負荷がかかってないわけですよ。これぐらいのところから徐々に重力のね、負荷がこう肩に乗り出して、ちょうど腕が水平になったところで負荷が一番大きくなるわけなんですね。なので普通のサイドレイズ、立ってやったり座ってやったりするサイドレイズでは、この辺のウエイトを下ろしきるあたりのところで負荷が完全に抜けてしまって、効率よく刺激が入らないんですね。普通のサイドレイズももちろんやり込んでいただいていい種目、効果的な種目なんですけども、ここのウエイトを下ろしきるところの可動域でしっかり筋肉に負荷がかかるような種目っていうのを必ずやるようにしてください。インクラインサイドレイズとかね、ケーブルのサイドレイズなりますね。これもね、解説動画出てますのでね、気になる方は見てみてください。そして最後ですね、リアデルトのコツなんですけども、まずはリアの筋肉っていうのはフロントサイドリアと3つある中で一番ですね、怪我のリスクが高い筋肉でもあります。
なのでまずは怪我をしないっていうことがもう最優先になります。しっかりねリアを追い込んで大きくするぞっていうね気持ちも大事なんですけども、そこはねこうあんまり無茶はしすぎないように、怪我しそうな雰囲気が少しでもあったらもう撤退するぐらいのね勇気を持っていただいて、本当に怪我だけはしないように。そしてまあリアのね筋肉を怪我するとこう後々に引きずりやすいので、怪我だけはねもう本当に気をつけていただくようにお勧めします。まあ、なのであんまりね重量をガンガン伸ばすっていうよりは12レップから15レップぐらいの軽めで多めのレップ数でやっていただくように、前回の動画でもお勧めをさせていただいたわけなんですけども、まあその怪我だけには気をつけていただくっていうことと、このリアレイズ系のね種目っていうのは僧帽筋とか菱形筋、まあ肩甲骨の間の筋肉ですね、そこに刺激が逃げやすいんですね。まあ、そっちの方が筋力が強いんでトレーニングがあんまりうまくない方はしっかりねそこを対策しないと、力の強い僧帽筋チューブとか菱形筋の筋肉を使ってウエイトを動かしてしまって三角筋後部にうまく効いてくれないっていう状態になってしまうので、なるべくねその菱形筋とか僧帽筋への刺激が少なくなるような工夫っていうのが必要になってきます。じゃあ具体的にどういう工夫したらいいのっていう話なんですけども、僧帽筋とか菱形筋って左右対称に動かすトレーニング、簡単に言うと両手同時に動かすトレーニングですよね。ローイング系の種目とか、あとはまあ普通のリアレイズでも両手でやるリアレイズとかね、あとはペックフライのマシンに逆向きに座ってねリバースペックフライやるとかね、こうやって両手一緒に動かすようなトレーニングの時にすごい菱形筋とか僧帽筋って働きやすいんですよ。左右対称に動く時に非常に働きやすい筋肉なので、なかなかね三角筋後部に効かない菱形筋に逃げてしまう、そういう方は片手でやるようにしていただくと、それだけでね菱形筋が働きづらくなって三角筋後部に効きやすくなるので、ぜひぜひ、ね、試してみてください。まあ、なのでリバースペックフライも片手でやっていただくとか、あとはリアレイズも私が別の動画で紹介してますけども、パウェルレイズみたいに片手でやっていただくような種目っていうのを入れていただくと、より効率よくね三角筋後部を成長させることができるので、ぜひ意識してみてください。今回は肩のトレーニングをしていただく際に意識をしていただきたい、注意していただきたいポイントを部位ごとに紹介させていただきました。まあ、これらのねことを踏まえた上で、次回ですねやっとじゃあこういう種目やってみたらどうですかっていう、こうサンプルメニューをねご紹介させていただきますので、ぜひぜひね次回もご覧ください。ということでこの動画が良かった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 BLJ の公式 LINE の方でもお得な情報を発信しておりますので、概要欄のリンクをクリックタップしていただいて登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。